son con. Thank you.
祈願が目指す先がどんなところだろうと、嬉しい時でも悲しい時でも私はずっとそばにいます。一人には絶対にしませんから。
Thank you.
私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。解放されましたね。早速行ってみましょう。入れるらしいわよ。せっかくだ。トップアイドルになれたら世界はどんな風に見えるんだろう。もしそうなった時も君は隣にいてくれるかな。条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。
ージに立つからにはチャレンジする気持ちを特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。私、頑張ってトップアイドルの高みを目指すから。お。ライブの時間だよ。私もまだまだだな。手早く片付けましょう。歌っちゃうよ。ご飯ご飯好きだらけ。やっちゃえ。ブチどこぶち込むさ。キャー、どんどん行きましょう。いい感じ。ご飯ご飯好きだらけ。行くさ。ビス級剣ナックルアラー、キラキラを上げ。
ち込むさ。ラスト決めるよ。お待たせ、ショータイム。リズム上げるよ。いくよプッチ、プッチフルスイーク。お待たせください、光のご加護。打ち込むか。行くよ、くらえ。見事な大勝利さ。トップアイドルになれたら世界はどんな風。
ラキラをあげる。この歌、片思いの女、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。時間を過ぎちゃってるので、今入店されてもお料理は出せませんよ。割引券を差し上げますので、また明日にでもご来店ください。で、あれ？おいっす！よくこのお店に来ますね。お魚料理が気に入ったんですか？わかります。美味しいですよね。魚介類。醤油の独特な風味とか、お魚の内臓の苦味とか、この味がわかるとは通ですね。グルメですね。お？今日は客として来たんじゃないと？じゃあなんでお店に来たんですか？迷子ですか？私もう後片付けだけして帰るところなんで案内しましょうか？ふむ、コッコロちゃんが間違えてお魚を買いすぎたんですか？それで処理に困ってこのお店に来たと。腐らせちゃうよりはお魚を料理に使ってもらった方がマシだからと。なるほど、理にかなってますね。もったいない精神ですね。コッコロちゃんってしっかりしてる印象だったんですけど、そういうミスもしちゃうんですね。意外です。かわいい。
でもさっきも言いましたけど、もうお店は閉めちゃうところなんですよ。そもそも食材の持ち込みとかは禁止されてるので、料理の材料にもできませんね。ああ、そんな顔をしないでください。大丈夫です。この私の目が黒いうちはお料理の材料をむざむざ腐らせたりしません。ちょっと店長に掛け合って、保存の効く塩漬けとか干し魚にしつつ、ある程度は私が料理してこの場で食べちゃいます。そんな感じで大丈夫ですか？あ、もちろん自分で食べた分の材料費は支払いますので。いらない？どうせ腐らせてゴミになっちゃうだけだったから。いやいや、お金のことはきっちりしないと。遠慮は無用ですよ。じゃあちょっと待っててくださいね。ちょっと料理してきます。あなたもまだお腹に入りそうなら食べてってくださいね。お魚こっちにください。お、生臭い海の幸ですね。これです。これこの匂いがたまんないんですよね。やばいですね。おんじゃま店長。おや、うむ、料理の仕方を教えてほしいんですか？にはチャレンジする気持ちを忘れたらダメだよね。これからも前向きに行くよ。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。